こんにちは、ひまひまです。ガンガンですね。今日は今学校から帰ってきてすぐです。でですね、あなたついに来たのかな。違う。締めに来たのどうだろう。ごめんなさいね。で今日はですね、幼馴染のあやと一緒にご飯を食べに行くんですけど、そこまでの GRWM という、まあ、準備してるところ&あやに会いに行って一緒に遊ぶよっていう動画で、では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでまずは、髪があってちょびっとメイクをしていきたいと思います。はい、じゃあですね、今からメイクをしていきたいと思います。上手だね、ピッてやっちゃってさ、こうやってやるのが夢なの。では、一緒にね。はい、こちらですね。じゃあメイクをします。まず、こうやって塗ります。何やってんの私今。何やってんの私。ちょっと普通にやりますね。今日はですね、ベージュですね、本当にね。何の変哲もないベージュメイクをしていきます。で今日はですね、あやとなんと焼肉キングに行きます。もともとあやとは全然違うねお店に行く予定だったんですけど、その前は今年焼肉キングの韓国フェアやってんじゃんと思って、今年行ってないよね、行きたいってなって行くことになりました。で去年はりんちゃんと行ったんですけど、りんちゃん今年ね予定合わなくて焼肉キングのフェア行けてなかったんですよ。だから今回行けることになって嬉しいですね。りんちゃんも受験で忙しいから、まあ私もなんだけど。あと半年半年、3月まで、あとちょっと駆け抜けていこうぜ。はい、メイクはもう激早完成しそうです。でね、最近ね、ビューラーをしたまつげのキープ力を保つためにこれを買いました。ビューラー、ずっと欲しくてこういう感じなんですよ。これで電源をオンにしてここがピンクになったら使えるよっていうやつなんだけど、すごいあったかくてねめっちゃいいから、ちょっとこれを皆さんにもお教えしたいと思います。でも今日使うの初めてです。とりあえずまつげの下もやります。では今、マスカラで上げて、マスカラと、こうクイ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 って普通の手動のやつでまつげを上げたので、今からこのホットビューラーでやっていきたいと思います。怖っ。そんな怖くないんですけど。ちょっと待って、バランスが全然怖くないですよ。ホットビューラーは中央、目頭、目尻の3つに分けてね。めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がる。見てか、右と左の違い、右、左で、しかもこれキープされんだよ、天才ですねって感じで使っていきます。はい、というわけで完成しました。髪も全部できました。では今から準備をして、あやんちに、あやんちじゃない、あやに会いに迎えに行きたいと思います。はい、というわけで着きました。で、あやにも久々に会ったのでちょっと登場してもらおうと思います。では、あやちゃん、パカッ、あやでーす。あやでーすって言って、あやでーす。かわいいねー。私たちは2歳ぐらいだよね、ぐらいからの幼なじみです。多分私の人生で一番の幼なじみです。イエーイ、イエーイ。まあ他にもね、幼なじみっていう人はいるんですけど、まあちょっとね変わってる方ですよね。そうだから私たちが一番仲いい幼馴染かなって思います。久しぶり、2年ぶりぐらい、ですね。じゃあ今から焼肉キングに行きたいと思います。食べるぞ。食べる。これがなんか気持ちいい。おにぎり、これおにぎり。おにぎりだわ。そうだよ、なんか美味しいらしい、めっちゃ混ぜんだろ。なんか何でいくよ。鳥か、全部ごつい。キムチ食べようかな。行ってきます。美味しいね。なんか韓国フェアは全然まだ食べてないんですけど、これから食べる。そう、2杯ぐらい頼んだけど、こちら美味しいね。食べれる、ほんとに。なんか撮ってるんだよ。あとママたちは個人情報をバラしまくった。
ずっと待って。それぐらいです。ありがとうございます。こちらが巻きます。はい、ストップ。ありがとうございます。ありがとうございます。召し上がりください。はい、チーズボールです。チーズボールです。じゃん。そうですか、食べてください。いただきます。あっち行くもよ。うん、食べたい。これやばい。おいしそう。おいしそう。絶対おいしい。食べようよ。伸び伸び。うわすごい。伸びすぎてもう取れないわ。うわすごい。すごい、見て見て。やばい、固まんないうちに。はい、どうぞ。いただきます。うん、チーズうまい。あやちゃんは奮闘しております。のびのび。これでですね、お口直してスライスを食べたいと思います。はい、どうぞ。すごい美味しい。大きさ違うね。美味しい。ちょっと静かにしてもらって。こんな風になる。うん、おいしい。あ、ね、美味しいか。美味しい。韓国フェアのドーナツです。甘っ、甘っ。匂いが。あ、ねえ、また来たよ。やばい、やばい。今日はシュークリーム2個食べてさ、シューアイス2個食べて、あのパイの実のアイスクリームの食べて、ケーキこれ2個目で、やばい。揚げドーナツも食べて、こちらも食べて。食べ過ぎた。ね、食べ過ぎたもん。いただきます。うわっ、クリーム。お母さんが一生懸命抑えてるから喋らないように。もこもこ。見て、終わりです。うん、あ、よく食べました。よく食べました。めっちゃ食べたよね。ごちそうさまでした。明日も焼くで。焼く。あ、はしご旅でーす。あ、あやさん、これはちょっと今日あやに会うからって買ってきました。どうぞ。ありがとう。じゃあ、いや、どうぞ。何？めっちゃ入ってる。あ、これがですね、そう、これもう一個あって、これをね、実はね、これ、出してる。あの、ボールペンらしきものが、うん、すごい。あ、私も一緒なんですけど、かわいい。あの、これはですね、うん、あの、これは、あの、ここにカスタムできるっていうボールペンで、で、いいね、めっちゃいい。3つの種類も色があったんだけど、ひまが好きな色をめっちゃ詰め込んできました。これ、あ、これはひまちゃん一押しなんだ。これ、中1からずっと使ってる。一押しめ。うん、勉強しないと。勉強しないと。ベタベタ。腹から声出してるから。腹から、腹から声出してる。ベートーベンです。いいじゃん。いいじゃん。これがマジでいいから、詰めていこうっていう感じです。これ詰めよう。じゃあ詰めていきます。詰めました。いい感じです。こちらはピンクとホワイト。どうですか、あやちゃん。かわいい。あ、よかった。明日から使うためにおそろおそろ。ただいまです。ただいま。あ、ちょっとひまさん、そこ洋服が見えてますよ。いやー、ライバシーよ。ということで帰ってきました。はい、ということでですね、はい、帰ってきたわけなんですけれども、はい、あの、久しぶりにあやに会えてね、すごい楽しかったですし、2年ぶりだったので、なんかすごいお互い成長してて楽しかったです。また受験が終わったらたくさん遊びたいと思います。焼肉キングのお味はどうでしたか。美味しかった
めっちゃ美味しかったよね。チーズボール最高だったね。もっと食べたいよ。チーズボールだけでもいいかも。いやでもマジお肉が普通に美味しくって、うん、であのスイーツもすごい食べたのであの後またはしごしてね違うところでドリンクバーとちょっとだけ飲んだんですけど、あのねそれもすごく楽しかったです。では次回の姫ひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。受験頑張ろうね。頑張ろうね。じゃあね。バイバーイ。楽しかったです。モザイク。